こんにちは、まい先生です。ピアノの練習は毎日少しでもきちんと続けることが良いに決まっています。ですが、いろいろなご事情の中で練習を楽しんでいらっしゃるに違いありませんから、毎日皆さんが練習できるとは限りませんよね。お仕事をされている方、もしかしたら1週間に1回しか練習できないかもしれません。そのように練習と練習の間の期間が空いてしまって、さあ久しぶりにピアノを弾こうかという時に、何から始めたらよいかというお話をします。少し前にできるようになったところから、例えばあの曲がここまでちょっと両手でできたはずと思って、期間が空いた後に両手の練習から始めると、なんだかもう少しでうまくいくはずと思いながら、ぎこちなく止まりながら、外しながら、考えながら練習を開始してしまうことありますよね。もちろん人それぞれいろんな思い出し方がありますから、それが悪いというわけではないんですが、そうすると、あれ、この間できてたはずなのに、やっぱりここは難しいなど、ネガティブな違う気持ちを持ってしまうこともあります。せっかく時間ができてやる気を持って弾き始めたのに、なんだかそれだけでモチベーションが下がってしまうこともあるんじゃないでしょうか。ですから、こんな風に期間が空いてしまった時には、必ず前に最後にできた状態を再現しようとするのではなくて、その前の段階の練習から、部品を作って組み合わせようと思うように部品作りから始めてくださいね。例えば両手でできるようになっていたのであれば、その前の右手がどうだったか、左手がどうだったか、右手の複雑な動きができるようになっていたのであれば、その複雑な動きができるようになった1段階前の練習、例えば2つのパートが同時に出てくるような片手のところは1パートずつに分けたところの練習をしてみる。左手が分散和音のところであれば、和音に直してハーモニーの動きを思い出してみるとか、とにかく楽譜に書いてあることをちょっと細かくして1段階前の状態に戻したところの確かめから始めてみてください。例えばある程度楽譜を把握して弾けるようになってた場合、それをもう音を出してしまわないで、一旦楽譜を見ながら鍵盤の上でその通りに指が動くか運んでみる、音は出さないで手を運んでみる、なんていうことも良いかもしれません。とにかく前にこれができたはずという思いでそれと同じことを始めてしまうと、やはりその瞬間なかなかうまくいかずに、逆に音楽を少し壊しながら頭の中に耳に聞かせてしまうかもしれません。ですから、やはり一旦できるようになったはずのところでも少し期間が空いてしまったら、その1段階前の練習、それをできるようにするためにした練習を少し思い出して、そちらの方をなぞるように確かめの練習を先にしてみてくださいね。そうすると、ああそうだった、これだった、これをしたらこんな風にできるようになったんだというプロセスをうまく思い出すことができますので、前回できるようになったところまで素早く元に戻せるようになります。こんな風に決してできたはずなのにできなくなったなんていうふうに思わずに、期間が空いてしまった時には1段階前の練習から始めて、部品をもう一度取り戻して、そして組み合わせる、こんなふうに練習を始めてみてくださいね。お忙しい方たくさんいらっしゃると思います。練習の期間がどうしても空いてしまった時にも、楽しく、そして安心して自信を持ってピアノを楽しめるように練習を進めてみてくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。